おはようございます。2012年7月27日金曜日、6時5分になりました。おはようございます。もう相変わらず熱帯夜というか、そんな感じでね、夜中でやっても全然こう気温が下がらないっていう、いやー凄まじいっすよね。さてさて、IT メディアニュース、いつものように見ていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら。LINE 5000万ユーザー突破、週100万以上増、ロシア周辺でもヒット。ということで、ちょっと前にも取り上げましたけども、LINE が今凄まじい勢いでこう伸びてますね。まあ、こちらに、グラフがちょっとあるんですけど、これワールドワイドのユーザー数なんですけども、399日目にして、サービスインからですね、サービスインは去年6月23日ですね、6月23日、重要な日ですよね、知ってますよね、もう。私の誕生日です。それはいいんですが、でそれでですね、もう1年ちょいで、なんと、5000万人をユーザー数を超えたと。この伸び方はもう半端なくすごい勢いで、Twitter だ Facebook だなんかをはるかにしのぐ勢いで急激にこう伸びてるわけで、でもって、日本がですね、今ここの2300万人を超えてるというような状態なんですね。で、もう私がちょっとその、他のところでもユーストで1時間ほどで話をしたのがありますけれども、その2000万人を超えるっていうのはですね、その IT 系ではよくやるキャズム理論での成長曲線でのキャズムを超えた2000万人、日本だと1億2500万人の 16%、2000万人ですね、大体2000万人なんですけど、それを超えると、どんどんその一般消費者に広がって、ものすごい勢いで広がっていくというところで、その2000万人の壁をどうも超えてきたと。そうするとですね、ミクシーでも到達できなかったソーシャルネットワークのその広がり方をしてくるということで、初めて日本でソーシャルネットワークというサービスが定着するような予感というところなんですね。ただ、まあ、一方でこの急激な広がり方をしたものは、商品のライフサイクルでいうと、急激に広がったやつは急激に落ちる可能性を持っていて、で確かにその LINE は今の仕様でいくとちょっとですね、危ないことがいくつかあって、そのスマホの電話番号のデータをですね、アップロードして、それで友達をこうね、見つけていくことができるっていうのがあるんですけども、自動的にもバババッと電話番号が同じだから知り合いでしょっていう電話帳の中に入ってる人は自動的にこう友達とかにこう入ってくんですけども、ただですね、それって本当にその自分の知ってる人かどうかっていうのはちょっと微妙なところがあったりするんですね。で、例えばどっかのくどい人がですね、その電話帳にこう勝手に好きな番号を入れといて、適当に番号を入れて、LINE に登録すると、そうすると、もし登録している人がいたら、その友達として表示されていくと。で、あるいはですね、そうではなくても、その古い友達の番号を消し忘れてて、そのまま登録しちゃったら、解約して違う番号に変わっててもですね、で新しい別の人がその番号を使ってても、その人と友達っていう風に見なされてしまう可能性もあると。まあ、そういう弊害がですね、これが多分このまま増え続けると起きる可能性を持っているというので、果たしてどうなっているのかっていうところあるんですけども、まあ、とはいえですね、この勢いはおそらく止まらない可能性を持っていて、特に中高生とかからものすごく広まってるんで、中学校、高校、大学生あたりですね、若い人は10代、20代で広がって、である程度の数を超えると、もうとてもじゃないけど抑えきれなくなって、驚異的な数になる可能性を持ってるんですね。その時に果たして日本はどういうソーシャルネットワークのつながりの時代に入ってくるのかっていうのは、ちょっと
変わってくるのかなと、日本を変えるきっかけになるかもしれないというのがこのラインなんですね。それでまあちょっと注目してるんですけども、確かにこの勢いすごいですね。でロシアとかそういったところまでもワールドワイドでどんどん広がってきてるところで、もう本当にその、急速に世界で広まってる。まあ、Facebook が出てきてそれ以上にもっと広がるもんってあるのかなと言ってたら、いきなりこういうものが1年でここまで来てしまったというところで、今後ねこれがどうなるのかっていうのはすごい注目なんですけど、さて、どういうふうになるでしょうか。まあ、今日は金曜日、1週間最後の日です。まあ、今日行けば明日明後日とお休みの方もいるかと思いますけども、まあ、夏休みになってね、街の状況、その他交通機関の状況も変わってきてますけれども、まあ、土日はちょっとね暑いので、まあ、ゆっくり休んでいただければと思いますが、ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。